力レッスンを始まるわよ。しずるちゃん気合い十分ね。ロコモしずるのハートをファッションでレクレクを挑戦してるかわかってます。そうですね。今度の戦闘行為、私は必ず成功させなければならないのですから。二人に何かと面倒をかけますけど、ご協力よろしくお願いしますね。こちらこそ。しずるちゃんの目標を叶えられるように全力で努力するね。私も公演に参加させてもらうことになりました。皆さんよろしくお願いします。香織さんがいてくださるのはとても心強いですわ。それから、意外と落ち着いてるみたいじゃない。初センターだし、もっと緊張してるかと思ったのに。そのつもりだったんだけど、香織から千鶴の話を聞いて様子を見に来たのよ。やっぱり公演を成功させるには経験豊富な先輩のアドバイスが必要でしょ。というわけだから、このイオリちゃんにアドバイザーになってあげるわ。ありがたく思いなさいよね。イオリ、またまた私の署名に。イオリ、アドバイス歓迎しますわ。ぜひとも、いろいろ教えてくださいよし。遠慮はいらないから、何でも聞いてちょうだい。私と風花ちゃんもお付き合いすることにしたんです。いおりちゃんとロコちゃんも残ろうとしてたんですけど、遅くなっちゃうと危ないですから。ご心配ありがとうございます、プロデューサー。けど、損を言ってられませんわ。先日、誰よりも成長し、盛り上げてみせる。私がそう言ったのを覚えていますか？私は、ファンの皆様のため、そして、シアターの期待を背負って今度の舞台に立ちます。その私が自らの宣言を破るなどあってはなりません。絶対に失敗するわけにはまいりませんわ。ですから、プロデューサー、どうか今後もレッスンの後に居残り練習をさせてくださいませ。しずるちゃん、Thank you.
た通りで。あなたのおっしゃる通りですが、私は焦っています。けどこうして香りファイアフルークにレッスンに付き合っていただいてますわ。それを無駄には。私たちのことなら気にしないで。千鶴ちゃん、好きで一緒にレッスンしてるんだから。香りファイア、そうだよ千鶴ちゃん。それに私言ったよね、私がシンターになった時に返してねって。だからそんなことを気にしなくていいんだよ。大丈夫。フーカ、ありがとう。私プロデューサー、わかりましたわ。そうだよね。
私たちみんなで力を合わせて頑張ろうね。このイオリちゃんが後から言ってあげたんだから失敗するわけないでしょ。めちゃめちゃいいよ。自信持って言ってきなさい。すげえよ。皆さんの激励の言葉、感謝いたしますわ。年上なのに。明日は私の高級オーラで会場を圧倒してみせるわよ。皆さん、本日はナムコプロライブシアターにお越しいただきありがとうございます。皆様の温かい応援の数々に背中を押され、無事公演をやり遂げることができましたわ。どうかこれからも私から目を離さないでくださいまし。今日は本当にありがとうございました。ありがとうございました。しずるちゃん、堂々としていて素敵だったわ。本当にお疲れ様。うん、イオリちゃんがじきじきにアドバイスしてあげたんですもの。当然のせいだけどね。しずる、エリートエクステージだった。エリートエクステージだった。不思議と気持ちは伝わってくるけど、ちょちょっと、あんたもちろん分かってるんでしょうね。イオリン、本当に楽しかった。
私もお茶のなんだかもったいない気がするね。大丈夫よ、風花ちゃん。まだ打ち上げがあるもの。そうですよね、プロデューサーさん。これからも楽しみにしてる。